一緒、ね。えっとそれでは始めていきたいと思います。えー、今日は担当コンプリートのこれ復習ゼミですよね。そこの何回目にちょっとなったかわかりませんけれども、今日は年内最後ですね。12月25日かなやっていきたいと思います。ではおはようございます。 ね、じゃ早速やっていこうと思ってるんですけどもえ前回やったところが変更ぐらいまでやったんでしょうかね確かね違段変更でやりましたんで今日は国内優先権っていうところになるのかなえこのクレストっていうレジテ,テキストだと157ページに当たるんでしょうかね、まあ、そこから見ていこうかなと思っています、ね、でまず国内,でで、ね、国内優先権ってどんな場合に使う制度でしょうかねこれ言えるかな国内優先権どんな場合に使う制度ですかね出資とかね、えー、定義とか意義ってあるでしょ で何見てもらっても構わないんですけど、どんなときに使う制度でしょうかね。まずこれから、どうですか、その一番方の方ね。まあ、そうですね。うん あのよく包括的かつ漏れのない権利を取得するんだって書いたりするけどね包括的かつ漏れのない権利を取得するんだって書いたりするんだけども、まあ、新しいものを追加してさらに権利化したいっていう時に使うような制度が国内優先権っていう制度になりますよねそこはねでまあこれについて趣旨をかけっていう問題昨今出てこないんで暗記しなくて見るわけですよ、ね、一番の問題点は担当の問題解けるかっていうところになるんで見ていこうかなと思うんですね 158ページ以下のところに、ずっと書いてあるわけですよ。まず、国内優先権の主体ですよね。で、誰が国内優先権って、主張できますかっていう簡単な問いです。で、例えば、洗、え、顔、ー、詐欺のし、え洗顔が、詐欺の出願が。コ、えーツという人なのね。あ、コーツと一緒です。この場合って、後の出願って、どんな方が国内優先権って、主張できるんでしょうかと聞いてくるんですね。で、次の方、どうですか。さっきが、コース共有なんですよ。で、後が。 後はどんな方が国内選挙って主張できるんでしょうかってことね。うん、どんな方ですかね。こうと打つ。で、ただ国内選挙ってメリットがあってね、不利益ではないってことになりそうな感じがするのね、こう単独でやってはいけないのかな。ここ難しいか。ね、じゃあ、こうという方だけでやってはいけないのかな。先がこう打つ全体なのね、共有。で後がこう単独って、これはいけないのかな。 いけないねで死体は同一じゃなかったらいけないって話になるんだけどただ例外ってあるんでしょ担当式試験って聞いてきますよねさっき高知共有であって後がこう単独ってことは全くできないんでしょうかと聞いてくるんだよね。これどう,う,どうですかね確かこう乗っかってると思うんだけどどうでしょうかねの同,一の同一っっていつもするんでしたっけこれポイントですね。 後の出願時って書いてあるんでその時までに間にさっきの出願がこう単独になってればこう単独にもできるんだって言ったりするんですねだから昨今出ていないけど平成12年とあと平成18年かなそこも出ていたりするんで、まあ、これは気をつけなきゃといけないねで一応同じものが取るんだってことになりますんで後の出願段階においてさっきがこう単独になってれば当然できますよねってことになるのねで多分出てくるんで試験にはねでこれはいいと思うんですよそして 国優先権でどこから発生するんでしょうかっていう点ですね。さっきの質問書面、どこから発生するんでしょうかねで、次の方ね。一番前の方ね。どこからココネビ染って発生しますかねさっきの質問どこからですかねクレームだけですかねそれとも、他からも発生するってことがあるかっていう点ですね。これどうですか出願書面全体ですね。で、なぜそうなってんの なぜというかうんとさ、パリ優先権にも同じような規定ってありますかっていつも聞くんだけどありますかねパリ優パリ優の国内版でしょ言ってみたらこれってね、うん、パリは国が違うっていうことになりますね国優は日本の出願日本の出願となるところなんだけどパリ優にこんな規定がありますかね出願書面全体から優先権の利益って発生するって規定ありますかね うん、例文化されてるのね、さっきの質問は、諏訪書面全体から優先権って発生するんだぞって書いたんですよ。4条 H って規定ね、そこにあるんですよ、パリでも、どこに主張するんですかっていう規定はないんですね、パリって。わかりますどこから発生するんですかっていうのはあるんですよ。4条 H、諏訪書面全体から発生するんだぞっていう規定はあるんですよ。でも、どこに対して主張するんですかって具体的な規定がないんですね。国連選挙もあるんでしょ、ちゃんと。 さっきの全体から発生して、後のクレームに主張するんだっていうのが、四十一条二項に書いてあるね。多分ね、四十一条二項ね、四十一条二項っていうところと、あとは四十一条の一項かな。うん、どっから発生しますかと、これ四十一条一個の本文だよね。さっきの世間書面全体から発生するんだって書いてありますから。これ、パリの四条エッジとすごく似てるのね。うん。で、クレームから発生するわけではないんですよね。そこ,こはね。 クレームだけから発生するわけではないんですね。出願書面全体から発生するんですよ。で、どこに使用するかというと、後のクレームと、後のクレームということになりますからね。で、なんで後のクレームに対して、主張するんですかね。ちなみに。国内優先権って、どんな制度でしたっけ?。出資年、ね、一出願で、完全な権利を取得するんだと言ってるね。 で権利になるところってどこでしょうかというと当然クレームなのでクレームに対して主張していくんだってことになるわけねそこはねでその場合なんですけどじゃあねさっきの出願、まあ、が外国書面出願としましょうねこの場合ってどこから発生するんですか国内宣言の利益ねいわゆる外相からですか薬文からですかと聞いてるんですけどどうですかねここは後ろの方ねあと理由ね 外書が先の出願なんですよこの場合って外書から発生するんでしょうかはたまた訳文ですかとちんあ原文外書から発生するのねそうで外書から発生するんだけどなぜ外書から発生発生するんですかね外国庁面出願から発生するんですよだけどなぜ外国庁面出願から発生するのかな だって役務を持って、明ちずっと見なされてるんでしょ、だったらそこからではないって言われたらどうします趣旨に合わとい,、うん、い,いうところと、あと国内選挙ってどんなメリットがあるんでしたっけ、詐欺の全体と、後のクレームのかぶった部分ってどうなるんだっけ。41にこうね かぶっ,っ,っ,った部分は先の出願時を持って出願日をもって要件と判断ってことになってんのね。となるとだよさっきの出願の日って一体何でしょうかといったら外傷提出したしって話しなっていて薬分提出日ではないのねそこはねだったらそこから制しなかったら当然まずいんだと理解するのねそこは。じゃあ後の出願が外傷だったらこれはどこに使用するんですかね 発生は外車全体なんですよ。で、後も外車らしいんですよ。で、そのクレームなんだけど、クレームの外車パーツなのか、はたまたクレーンパーツに主張するんでしょうかね。どっちでしょうかね。うん、そうね。後のセガの方はクレームの約分だよね。で、それどうして。うん。まあいわゆるあの権利を取りたいっていうところでしょ。あの一つのセガで完全な権利を取るんだという趣旨なんだよね。 で権利を取るパーツはクレームの日本語パーツって話になるんでそこに対して主張していくんだって理解するのね僕はねだからまあ言っちゃえば簡単なんですけどそんな話になるってことになりますよね、うん、でそれ書いたのがえー、っとね159ページないしは160ページあたりにずーっと書いてありますねどこに対してどこから派生するんでしょうかとまず書いてあってそれはどこに対してやるんでしょうかというと163ページに書いてあるね そこ,はね、これ間違わないでねどこから発生しどこに対して主張するんでしょうかと発生は出願書面全体から発生するんですよ。でこの場合について外傷であるならば外傷全体から発生して薬分ではないからそしてクレームに対して主張していくんだねでもし後の出願が外傷であるならば外傷のクレームの薬分に対して主張していきますからね。 でこの共通パーツを見てかぶった部分についてどうなるんだって見ていくのが国内優先権の41条2項の話ね。そこはね。見ていくわけです。ね。まあそれが163ページの41条2項に書いてあるのかな、えー。当該先の出願について何とかの規定の適用については当該特許出願は当該先の時に出願の時にされたものとみなすっていう規定があるんでしょ。ここねで通常そうなるんだだけどただ これってそうならないものがありますよって2つぐらい理解しなさいって言ったと思うんですよ。何でしたっけ ?2 つ。通常はかぶった部分についても先の質感の比を持って判断等するわけですよ。でも2つについては違うんじゃないと言ったと思うんだけど覚えてますかね ?2 つ。2つね。これ分かりますじゃあ一番前の方ね。2つ。え権利期間そうね。67条そう。他にはもう1個。 そうなっちゃうと基本的に不利になっちゃうね多分その続期間はそうね1年前から帰産死となるんで絶対不利益になりますよそれは他には審査請求期間ね、まあ、これも出願から3年と言ってるけど後の出願の日から3年と数えますんでここは違いますね不利になっちゃうね帰ってねここはねまあそれはまず理解するわけですよ、ね、そうえっ、ー、て戻っていただいて160ページ あの先の質問から一年間の間は基本的にできるんでしょ国内選挙ってしかし以下の場合はできなくなりますよって書いてあるわけですよここね、えー、っと、うん、まず、えー、っと一号ね一年以内にされたものではない場合についてはできなくなりますよ一年間の間にできなくなるってはありますかね先の質問がこうなってしまった場合は一年間あってもできなくなりますよってはやりますかね。 1> 1年間一応できるって書いてあるでしょしかしできなくなればありますよ括弧に書いてあるのは一年経過してもできる場合がありますよと書いたのが括弧なんだよね、まあ、いわゆるあの正当流だねこの場合一年超えてもできる場合があるとだけど一年間の間ってずっとできるんでしょうかといったらどうでしょうかねこれ次の方ね多分載ってるよこれも例えば何号何号って 下見ると1年間であればずっとできるんでしょうかいや違うんだとこんな場合というのがえと例えば3号とか4号ね3号あるいは4号ないしは5号ねうん1年の間に出願が取り下げになってしまったこの場合についてはもうできなくなるんでしょでこれはどうしてなのちなみにうん、う。ん うん、権利を放棄したってことになるとパブリックドメインだねこれが蘇みがっちゃうんだねよくないとでちなみにねパリ有選挙の場合ってこれいいのかな第一国の資間が放棄となってしまったらしいんですよで日本で有先権を使用する場合について第一国資間も資産プロジェなってしまってるらしいのねこれでも一年間の間ってやれるのかなパリ有こっちはできないって書いてあるけどパリ有どうですかパリ有パリ有選挙ね できると思う日本で優先権賞を伴う丸の間に大黒犠がんがとなったんだってでも1年間あるんだってこの場合ってパリ優先権で主張できるんでしょうかと聞いてるんだけどどうなりますかねどう思う思これできるのねでなんで違うと思います それ聞きたいんだけど国内優先権は1年間の間であったとしちしゃって先の時間が放棄取り下げとなってしまうともう基礎にはならないんですよ。でこの一方でパリウの場合はできるんですね。でどうして違うのかなちなみにこれ理屈よ考えたら当然分かると思うんだけどやっても構,構わないんだけど分かる人いる あ分かる <laughs> 分かるかかかんない分かりそうな感じですごめんなさい <laughs> あ本当、じゃあ一番前の方ねどうこれ考えるんだよ国有はダメ書いてあるよねだってえっとさここ3号に書いてあるじゃないダメってだけどパリはこんな規定がないんですよでなんでないと思うできるのよパリよってで趣旨はこれパブリックドメインが権利化になっちゃうと困るからってことでしょ言ってみたら。 だけどここパリ有宣言の場合ってできるのねなぜこれはできるんでしょうね国が違うからだね国がねで国が違ったら別にあの復活しとか関係ないでしょこれ国が同じだと国が同じだと困るんだねバブリックドメインになったものは復活って話になるけど国が違ってしまったら関係ないじゃないとこはねで関係ないんですよ、ね、でこれはまず1号だよね 1号は1年以内と書いてあるのはパリウとの関係ですね。ただね、生徒流で出せませんでしたっていう場合については、今、パリウについて、パリウの例により優先権ね、認められてるんで、できちゃうんだよね。で、国有もそれに習ってできるんだってなってるんですよ。1年超えてもできればあるのね、ここはね。ただ、先ほど言ったように、1年間の間において3号、ないしは4号、ないしは5号に該当しちゃった場合については、もうできなくなっちゃうよってなってるのね、ここはね。 記憶ここ聞いてくるんであとですね1 6一ページに上がっているように2番たりよねさっきの出願が分割等の新しい出願ではないこと新しい出願の場合についてはこれあの国内選挙の基礎にはならないと言ってるのねなんでこれならないんでしょうね細かいかな分割出願ってあるでしょ根元に出願があってそこから分割するんですよ 新しい質問ねね元の質問は残ってるわけ、ね、となると2つぐらいあるよねこれ分割の元の出願から僕の元の出願は国内優先権の基礎になり得るんだね新しい出願と言ってるんでこれできないんですよ元の出願はなれるってとねあともう一つ新しい出願であったとしても国内優先権主張を伴う出願にはなれるんだよね反対解釈ねでなんで違うのかなちなみに難しい 難しいと思うんだけどただ担当が覚えたらもちろんできるのよ確実って条文に書いてあるからねで書いてあるでしょえっ、ー、とほら41条2号のところに書いたんじゃんここねえー、とさっきの出願等が44条を1項の規定による特許出願の分割にかかる新たな特許出願当時該当する場合についてはこれできないですよと言ってますねここはねとなると 分割質感であったとしたって元の質感であるならば国内世識の基礎にはなれるんだって言ってるんですよまずはこれが一点あともう一点は分割の新しい質感であったとしたって基礎ではなくて伴う質感であるならばできるんだってなるんですよなんでそうなっちゃってんのかなこ,あのこれが本当は所得なのよ読む時ってよく所得をやればいいと言ってるけど暗証してもダメなのよ暗証ってどうすばらされちゃうんだよ 反省した後に、なんでこうなっていて違うのかなって理解するんです。で、これができないと、多分応用問題解けないんだよね。で、論文につながらないんですよ。それで勉強しちゃうと。覚えるのは簡単。担当は多分解けると思う。これで。解けるんですよ。覚えおけば。その3パターンって覚えとけって言えばいいんですよ。簡単だから。だけど、全く使えないのよ。論文だと。ね。で、なぜかなって考えてもらいたいのよ。そこは。なぜ あ、本とか、持っていないかもしれないけど、自分で考えなよ、これ。なぜかなということです。うん。うん。うん。脱法になる。うん、まあね。うんとさ、これ、これ国内宣言が先の質が、国内先の先の質がって、どうなっちゃうんだろうね。<laughs> 最終的には。取り下げ。その対象になるものについて、分割要件まで見るのって、超めちゃくちゃ大変なんじゃないの。 新ししい質問、ま、さにそれでしょうこれまで見たものに基づいてやっていて取り下げになっちゃうんだというと意味全くないもんねそこはだけど元の世話になるならば元々あったものだから関係ないのねそこってあるいは伴い世話になるならば取り下げにならなくって権利化になるんで関係ないんですよだからいいと理解するのねそこは分かります新しい世話になるなら分割要件まで満たすかどうかをチェックした後にいや取り下げになっちゃうんだというんだったら何だったんだよってなりません 当然元に違うそれがないからやっても構わないんですよ別に削除するぐらいだからね補正で文化条件についてどうだこうだって関係ないのねそこはねあと伴う手腕であるならばこれ取り下げ等になりませんで審査等を受けて設定努力の対象になるんでまあいいんじゃないってことねそこはねで全然違うのねまあそれが載ってるかと思うんですよ特にここ2号ね線引いたとこなんだけど 先の質が基礎質にはなりませんと分割の先の質眼は基礎質眼にはなりません。となると元の質眼はなる余地があるっていうところとあと新しい質眼であったとしても伴う質眼ってありえるんだって理解するんでしょ ?3 パターンね、ここ。あとはあの規,定規定の内容と理屈を考えるんですよ。自分なりに。じゃないと解けないから。ここね、解けない。ということになりますね。で、これが載ってるんでしょここ。ページ名として。あの上げましたから、えっ、ー、と、これ。 28年の特日の3の3番は分割の元の出願が国有の基礎出願になりますかなるんでしょなりますよね。ここね。えっ、ー、と元の出願が国内優先権の基礎出願になりますかなる。ここはなりますよ。で下、ここね。これ下は、まあ、変更に近いやつね。変更に近いやつなんだけどまあ実用新案権を放棄して特許出願に変えてしまったんですよ。当該特許出願は 基礎になりますかと言われちゃうと、これにならないね。有効要件を満たしてどうかって判断したものでありますんで、なることはないんですよ。ここはない。で、この一方でした。特許法4十四条一項の規定による、新たな特許、一応、新たな特許ですよ。新たな特許出願は、いかなる場合も、特許出願等に基づく優先権の主張を伴わないと言ってるんで、後々出願になれますかと言うとなれるんだよね。間違いと,ということになって、これ3パターンあるわけですよ。回答としてはね。 回答ばこれちゃんと理解すするんですこのところって理解しないと落ちちゃうから、間違いなく、条、ね、文だけ見てあの暗証、これ難しいのよ、どうしてもね、そこはね、論文につながっていかないという勉強になるんで、ここですかね、で、そしてですよ、そして、えー、っと、うん、あと5番かな、うん、でさっきの出願について、そのを取っての際に、実用試案が設定登録になってしまったと。 設定登録になってしまった場合は、当然、基礎出願にはならないね。ならない。登録になっちゃってるからね。まあ、これはいいとしてよ。いいとして。じゃあ、実用試案が設定登録になる前に、基礎にはなれるのかななれますよね。なれる。ただ、この場合の問題点って一体何でしょうね。だいたい出願から1月ぐらいであるならば、まだ登録になっていないもんね。当然、基礎になるわけですよ。 できそうになっっっててやしまった場合の問題点ってあるでしょどうせあと3か月間ぐらいで設定登録になるんだよ。立中試案件って。そうなるとどんな問題あるんでしょうね。やってしまった場合って。国内選挙は一応有効です。ただ、設定登録になってしまうので、これこれこうなって問題となるんだってのがあるでしょ何が一番問題ですかねこの場合って。聞いてきたね、これ昔ね。平成9年か何か。本試験では。 何が問題ですかね、うん、ダブルパテントって問題があるじゃあこの場合ねあの解消したい場合どうしますかというのは僕聞かれたんですよ口実試験ねどうしたらいいダブルパテントだって取り下げって聞かないじゃない実用新案登録手段は取り下げになるよでも実用新案権は権利を取り下げて聞いたことがないでしょならないんですよそうなるとダブルパテントって問題あるじゃないじゃあこの場合ってどうやって解消できますかと聞かれたのねどうしたらいいの 削除何で削除するの訂正訂正って日曜支案の12の年そうねこれはいいとじゃあ日用支案権放棄しちゃった場合は放棄日曜支案の放棄は線画の地位に残るのね、まあ、同一の地図に残ってしまうのでこれ解消できないんだよね僕はね日用支案権の方を訂正によって削除すれば問題がないと理解するのねそこはねでこれ回かれましたけどね自分の時ねとばんそれが載ってると思うんだけどこの子ね 三番これもうむずか、まあ、の古い問題なんで問題なくなっちゃったんですけど確か平成9年だよねこれ聞かれたんですよどうすればよいですかとダブルパテントになるので設定登録になった実用試案権の方を訂正によって削除するならばなかったってなるんでしょ最初からそうなると問題が全くありませんと言われ言うのねよくねこれ聞かれましたけどねでそしてですようん効果さっき見た通りね4142個はさっき見た通り で41条2項に降りついては、えー、こういう場合どうなりますかっていうのを聞いてるよねあの、まあ、いわゆる累積適用ねこれはできないんでしょってことになってるわけですよ累積適用ねでどう解くんでしたっけこれあちなみに優先権の累積適用ってなんでこれやってはいけないのちなみにまあこんな事案だよね累積適所って123とか上げたやつね これ過去の問題からずーっと引っ張ってくるこの3パターンに分かれるんですよ。大体3パターン。旧試験から大体この3パターン。だけど今は大体この1パターンだけしか聞いてこないんだけど、1、2、3って全てあるんですよ。昔は聞いてきたのね。ここ。で、この問題のところに一部条件かけているのは何かって全部ね、前提が書いてあって、一部かけてる問題がよくあるんですよ。で、こっから多少違うことによってどうなる、こうなるってずーっと聞いてきたのね。昔の試験って。昨今そんな試験出てこないので、ちょっ1パターンだけでいいんだけど、 累積ってなんでこれやって。はいいけないのの優先権累積って、うん、これ見ると、い、e、やってるじゃない。A で。色ってまたやってるじゃない。この場合、い、e、は、優先権で発生しないね。どう見たって。なぜこれやってはいけないのちなみに。い、e、から発生することはないのよ。あ、このい、e e、か色って、B から。い、e、は。発生しないのよ。なぜ発生しないのかな。うん、これを認めると、 優先のの延長になっっててしまうからって理解するのね累積書は認めませんとなっておりましてじゃあこの場合どうなるんでしょうって僕はやりましたよね前ねあの A が、えー、とここが A がってイで B がイトロで、C えー、とここが C を行ってイトロとハですねで優先権は A から BB から C に伸びてるんだとこの間にイが高知になってるっていう典型的な場面に、ね、なってるこの場合、えー、と C はイの高知をインデーとして 亀裂になりますかって聞くんでしょ一般の本試験だねでどうなるかというとこれはう形式に解けて僕言ったと思うね簡単に解けるんだけどまずあのこれ言ってるところだねこここう言ったところについてかぶってるパーツについて後を消すんだよねで「い、e」がかぶってるんで「い、e」を消すんですねここ引って次「B」から「C」に伸びていてかぶってるパーツは後ろのローダー、ね「ダだね かぶってるんでロを消すんですだねとなると質眼 C の「い」と「は」は C を持って判断するってこれ明確になるのね。したがって C の前に「高、え、知、ー」コーチになってるんで質眼 C は「高知」「い」を隠励として卑劣になってしまうって理解するんでしょこれね。一番目そうだよね。もうこれ一番出てくるパターンね。次二つ目。こっちはどうかなこっち。と同じだよ。えー、A が、e「い」B が、e とロ「イと「ロ C が、e「イと「ロと「ハなんですよ。 かかららら優先権が A A B にに伸びていていさらに A から C にも伸びてるんだもうこれ一目踏んでパッと分かるんだけどじゃあ同じようにやるとこうなるんだと言ったでしょまず A から B なんでかぶった部分「い、e」を消しますね後の方ねでこの A から C 伸びてるパーツがあってかぶってる部分が「い」なんで「い、e」を消しますねで C の時点で判断すべき事項は「ろ」と「は」ったらしいになるんで個人令が「 BC にあっったらしたってはいで、最後が3パターンだよね。同じなんだけど、今度は A、B、BC となっていて、さらに AC なんだね。この場合どうなりますかと。同じようにやるんだね。ここもね。やると。で、A、B でかぶっている部分は E でありますんで、後の E を消すんだね。で、次が BC でありまして、 被ってるパーツはロなんで後を消すんだねあと AC とかぶってるパーツは E でありますんで E を消すんだね。で S C の段階で判断すべき事項ははしかないと理解するわけね。で BC 間に E が高賃料になったとしてあって C は E を蹴る隠として決偽にはなりませんと理解するのね。こういう問題ねよく出てくるわけですよ。でこれは何だろう 本体も見た瞬間解けるんだ、けどある程度慣れちゃうとねただサッカーまず一番最初はこれで形式的に覚えちゃうのね、こうやって。で、やれば簡単なので、あと国内優先権のパリとの区間の組み合わせも同じです、こうやって解くのね、解く場合って。で、事例もそうなってるはずなので、特に論文です、昨今の論文、難しいんだけど、まずこの応用にすぎない、応用にすぎないってことなんで、それが分かっていないと、多分きついね、解く問題って。分かってれば簡単 ってことこになるんでどうかなっていうところでしょうねそこねまあこれは再三再始やったと思うんですよ、ね、でそして国内優先権って一定の手継ぎっているんでしょパリの優先権ってどんな斜面出すんだっけやったことあるかな実務的には何やるんだっけパリ優先権って何か斜面出すでしょ第1項規制が行いました優先権発生独自でやれば12月の間に第2項規制なんてやるよね 行って何何かを出出すすんでしょ何出しょま私パリ優先権やる場合って知らない優先権視聴書面と優先権証明書って出すのねこれ聞いたことあるかな優先権視聴書面と優先権証明書って出すんだと聞いたことありますどこ優先権視聴書面優先権証明書面っていつ出すか知ってますパリって。 43条に多分書いてあるかと思うんだけどいつ出すか知っていますいつ出すか頭こんがりがりいそうだねいつ出すか知っています優先権市長書面と優先権証明書面ねパリ優先権ね今聞いてるの43条そこから伝わったのねこれってねいつ出すか知っていますいつ出すか知らない 衣装商標と同じってと多分ねねまますます分かんなくなくるよ、ね、でこれ分かるようになると多分解けるよ条約どうなってるかすぐ見た瞬間、うんね、まずね優先権・主張証明優先権・証明証明って今は優先権ら1年4月間出すってことになってるんですよ1年4月間で昔は違っていたの26年改正までは違っていて優先権・主張証明は出願と同時だったのね出願と同時で優先権証明証明明が から1年4月間年月まずね。<laughs> となると、いきますよ、優先権・市長書面って条約上ですよ。条約上、いつ出すかって規定があると思います優先権・市長書面っていつ出すかって規定があると思います昔は、志願の同時に出せ。今は、優先権で1年4月間と言ってるので、約4月間ぐらいこれ、後で見よくなったんですよ。出せばいいとなると、条約上。 地規定があるんだけどそこにおいてはいつ出すかって名文規定がありますかって聞いてるわけあると思います名文規定ってで条約の勉強ってこうやって勉強するんですよやるときってと分かるから絶対どうなると思います書いてあると思う今から言うと書いてあるかなって理解してもらいたいんですよまあ分かんなくていいから昔はだよつい最近までは 優先権死傷書面は7月と同時に出せね。で、今、優先権が1年4月出せばいいんですよ。となると、優先権死傷書面の出す時期って、明文上条約に書いてあるかと僕は聞いてるわけです。書いてありますか書いていないのね。各国内法制で決めてもよいって書いてあるわけですよ。決めてもよい。そうなっている。じゃあ、優先権証明書面って出す時期は書いてあると思いますちなみに。パリ条約上。 優先権証明書面って絶対これ必要なんのちなみに。僕らやったときはこれ例外なくて出せと言っていたんですよ。今、これに代替するものっての知ってるかな代替書面って。出すコードってあるのね。これによって代替できるんですよ。となると、優先権証明書面って多分最良書面よ。間違いなく。条約上。できると書いてある。できると書いてある。言ってることわかるかな 優先権,優先権証明書面って普通出すじゃない。だけど、今って、大体の制度があって、出すコードって制てた昔か,からあるんですよ。となると、それによって変わるということならば、優先権証明書面って裁量書面じゃないと言ってるの、条約上。出すことができますって書いてあるのよ。求めることができますと書いてあるんで、裁量書面ね。じゃ裁量書面って、実書いてあると思う条約上。書いていないのね、当然。書いていない。だから、ちょっといいよ。 現行においても、衣装商標はどうなっているかというと、優先権、視聴者への質問と同時なんですよ、いまだに。で、それ一方で、優先権、証明書面は、日本の時間の時から3月間出せばいいんですよ、違うね、時期が。これ決まってないからですよ、全然。で、理解するの。となると、なんとなく分かったなってなるわけ。じゃあねと、国内優先権って、えー、じゃあ、ここパリ優先権と合わせて、優先権、証明書面、優先権、視聴書面って、 出すんでしょうかと聞いてるわけねどう優先権主張書面と優先権証明書面優先権証明書面って「外国でこういうもの出ました」ってこと,と同じものだあって証明する書面ですよって言ってみたらこれって要求しますかねと聞いてるんだけどどうなりますかね常識考えたら分かると思うよ見なくてもパリは一応要求してる国が違うから国内優先権はどうでしょうかと。 優先権証聴書面に似たものは出すんだよ。優先権証明書面って求めてますかと聞いてるんだけど。必要性ないね。同じ国だから、そこはね。要求していない。まあ、それが41条4項なんでしょ、ここ。優先権証明書面の話は出てこないね。まあ、優先権、証聴書面に近いものは出すって書いてあるね。それをねと、あと、番号と表示してえ、使用しましょうねと言ってるんだから、まあ、これ出すんだけど、優先権証明書面に近いものは出せとは一言も言ってないからね。 国同じってことなんで脱衣必要性が全くないからですよここは。って理解するわけ僕もんとなく分かったかな、うん、次41条3項ねこれはパリウーにも書いていないんですよこれはどことどこを見るんでしたっけまずです2項の方がっき全体と後のクレームの重なった部分だったね3項はどこ見るんだっけ3項。 肉の特例なんだよねこれ全体と全体だよねじゃあさっきがさ「外書」のち外書の場合はどこを見るの?「外書」と「さき外書」のちは外書だねさっきは外書外書の場合って外書と外書さき外書のちは外書のクレームの約分と僕言ったよね2項の方こっちは違っていて外書外書だからね見るところってかぶった部分についてはどうなるんだ 実際上はさっきの質問って公開されないよね取り下げになっちゃうから2月前に取り下げになっちゃうからねえ、まあ、公開の請求等を除きますよ除けば公開されないでしょ公開されないんだけどかぶったパーツについてはどうなるんでしたっけ、うん、取り下げたものが公開されたものを見直して肉のにで処理をするよっていう規定が 第3項だってことになってるねそこね第3項となってるはず、ね、で取り下げになった対象は公開されたことを見なしてというのよそれあとの他人の質がについて肉の2で排除していくんだってなってるのねだってそれ以降もあとものは抗がんなんだから抗がんが洗顔を処理するってことは普通ないのよ肉の2において取り下げになったものは一応洗顔の洗顔ねでこれを隠例としてやるしかないのよそこでそんなことになってるんだと言ったと思うのね どこ,はでこれはある程度解ければいいんだけどあの問題として41条参考ってね、まあ、それが載ってるわけ長いのが趣旨書いたの166ページにずっと流れが書いてあるんでもう一回これ再考しておいてね166ページねあこんなことになってるんだって理解すれば足りちゃうからさこの部分って足りちゃう、うん、そして42条だよね先の質問って一定期間経過した場合については はい取り下げになりますって規定があるんでしょでこれどうしてそうなってんのかなどうして言ってあるよねどうして ?1 年4月間経過した時には取り下げになっちゃうの、ね、よ。1年4月ね取り下げ。なぜそうなってんのダブルパテントの防止あと1年4月言ってるんだから何かあるよねうん複数公開の防止って言ったよね。だから取り下げになりますってことでしょここね。 1> 1年4月経った時ににには取り下げになりななますとということになるただし、まだやっていないよね、さっきや国際特許出願の場合は、話が違ってくるんだぞってあるわけよ。これ分かんないね、まだね。特例というのがあって、国内処理基準時かってね、国内処理基準時か、1年4月の遅い方ってことになってるのね、時期が。ただ、これは今はいいわ、分かんなくても。例外なんで、あの他の出願であれば、1年4月で、はい、取り下げとなるのね、一般的には、なってしまうと。 ということになります、ね、でそしてうんまあそんな話が載ってるのね国有選挙ってでこれが分かればまずいいと思うんですよ国有ね分かればでそしてちょっといって進んで頂い,いて侵害系ね特許権の効力ってことになるんだけど特許権の効力ってまず侵害の定義ってパッと言いますかね侵害の定義侵害の定義で、ね、特許権侵害って一体何ですかね言える 侵害の定義、まあ、通常論文だったら書くね試験では「侵害とは」といっても書くねこれこれこれを言いますと書いて本件の場合はねと言って当てはめてまあ書いていったりするんでしょ一応当たりますとしかしあの公弁権とあるならば対抗できてって書いたりするわけねそこはね、まあ、143とか79条で対抗できるんだったら侵害とはなりませんと否定していくんだけど、ね、それあ通常侵害って一体何でしょうね 信頼の定義言えます侵害の定義ね。これどっから持ってくるの信頼の定義って。68条だよ。と101乗カットギュッと縮めるのね。となるとどうなってるんでしょうね。68条と101乗ギュッと縮めるのよ。こうなりますってなるのよ。どうなってるんだろう 68条と101条ですぎゅっと縮めるのよ縮めるまず68条の定義ってあるじゃないここからどういうの侵害とは権限なき第三者が行、ね、として特許、うん、集めの実施をすること直接侵害およびまあ勝つてねおよびんだっけまたはかおよびまたはか あと、感染侵害があるから、一定の予備的行為を言うって言えばいいよね。僕はね、予備的行為を言うということになるわけ。じゃあ、業として実証しない場合については、侵害ではないんだね。まあ、特許含めじゃね、産業財産権って。なぜ、業じゃない場合については、侵害とはならないんだろうね。業じゃない場合。行じゃない場合、どんな場合よく言うじゃない。こういう場合ですと。 要と言ったらこういう普通概念じゃないって普通言うよね。二つぐらいある。要。反復継続性を問うんですかエリセを問うんでしょうか。これどうでしたっけ要。反復継続性問う特許の場合って。要。商標を問うよ。特許は問わない。一回でもだね。エリセ特許。問わないね。問わない。まあ、商標もエリセ問わないけど、反復継続性は要件なのね。業務上の信号マークに課題しないから、反復継続性使わないとね。 でも、これ違うのね。となると、どんな場合は行じゃないのかなってなるのよ。行じゃない場合。どんな場合行ではない場合。よく言うんだけど、これこれこういう場合です。あと理由。どうぞ、うん。個人的、家庭的自治体ね。この場合については行ではないって言うでしょ。うん。家で楽しむために、えっ、ー、と、ラジオを聞いたっていう行為ね。これは行ではない。じゃあ、なんでこれは侵害とはならないのかな。 あ著作権の三十条に近いところあるけどね、なんでこれならないの。業じゃない場合って、侵害ではならない、じゃって実施しちゃってるじゃない。でもならないんでしょ。ラジオを聞くって使用行為だね。でも、ならないんでしょ。なぜならないの。だ本当はこれずっと、これが事業言ってね、これ。やる方が絶対に分かりやすいと思うます。なぜ業じゃ、これダメなの。侵害ではないの。 個人的実施の場合って侵害ではない,ない理由理由2つ知ってることは別に大したことないのよ理由著作権の30条と近いのよ指摘使用の場合は不正権侵害になりませんって人があったりするんだけど似ているすごく家で聞いてるんだって立証できますまずできないのよすごく難しい あとは、大したことがないっていうのは多分前提なんでしょうね。前提。だったら、侵害ではないってことになるんだろうね。被害は小さい。あと、利子は困難だって、これに書いてある通り。だから、該当しないんだとよく言われます。ここ。で、特許集めと言ってるのかな言ってるんで、特許集めの一部の場合って、これどうなのかな特許集めの構成要件がイトロなんだって。イだけやってる場合は、侵害になるんだっけ侵害。やります イ,だけイトロで発明なんだって要件の「イ」しかやっていないんだってこの場合って侵害となりますかって僕は聞いてるんだけどなりますかねならない原則ね例外ってなればやるっけ例外として感染侵害に当たればねってことね101条1号とか2号とか該当すればねってことねなるかもしれませんということになるね101条3号はこうじゃなくってイトロはやってるんだけど 実施の毎段階ね、処置をやっていましたということなんで、イートロの一部ではないね、あれはね、やってるんだけど、実施の毎段階が101条3号という規定のね、そこはね、イートロの、あっとま101条1号とか2号であるならば、一部実施って話になるのね、そこね、一定受を満たした場合については、該当した場合がありますよってことになってるのが、感染侵害の2号、3号、方法であるならば、4号、5号ってことになってるね、ほかね、感染侵害ね。 で問題点は国内精進ですね国内精進してしまった場合については早期集めを実施したとしたって侵害ではないんでしょいわゆる政党の権利者から購入してきたらしいんですよこの場合について転売行為を行った者侵害ではないんだってなぜ侵害ではないのこれって常識といったら常識なんだよねなるわけないってことになるけど理屈だよね転売者転徳転売者って権限ってあるのかなちなみに 売っても良いという権限を明示的にもらっているんだろうかというと多分もらっていないんですよ、ね。だったら侵害となっちゃうんじゃないでも侵害ではないんでしょう常識で考えたらなぜならないのかな理由ってあるよねいくつかこれ言ってもらいたいと当然法律の議論なのでいくつかないと暗記になってしまうのよもちろん。 なななぜならないのこれを認めるとんうん権利者が二重利得になるっことねもともと権利者って点々流通することまで踏まえて対価を決めてるんだって言うんだねでそれに対して個別個別の譲渡行為に対して転得者の行為に対して侵害って言ってしまうと二重三重損害賠償認めてしまって二重三重利得になってしまって保護と量のバランスをかえちゃうんでしょこれは求めていないなから 精進するると返せるんだっってて人は言っていくわね,はねまあいいと思うんだけどこれはこれでそれが多分載ってると思うんだね国内精進についてというところだねでちなみに国際精進ってあるんだっけ、まあ、国際精進ある前提としては対応する特許権をある会社が持ってるってことよ海外においてもある一国で流通なんかに流したんだって、まあ、その国においては国内精進されちゃってるよね当然国内精進されてしまったものを買ってきたんだって 僕は輸入してきたんだってこの前侵害となりますかって議論なんだけどなるかなまずなると思うならない海外では国内精進しちゃったんだって買ってきたんだって僕は輸入してきたんだって侵害となりますかってことなのね業として輸入やってきたんだってなりますかねえ、ね、これどうなるならないどっちんどっち あなるとならないに分かれたね。うん、これはなるのね。基本的にはなっちゃうんですよ。なる。まあ、基本的にはなる方だね。ただこういうことをかませばな,ならない場合ありますよって昨今言うけどね。うんあはい、通常は今、通常は国際精進って概念はないのね。概念ない。しかし、文字の下落っていう点で認めてるっていう構成を取るんでしょ。国際精進って概念はないんですよ。特許上は。これ認めていないのね。国際精進って。 なぜ国際ってて認めいいななのかなあ特許独立度原則で言うならばこれ、うん、当然侵害となるんだけど特許独立度原則って権利行使についても独立だって書いていないんだよそこって。 従属変更,発生変,更とか変更とかね変更消滅等については従属関係つけてはいけないという規定になっているだけであって権利行使についてはどうですかと一言も書いていないのね条約の規定ではなくって国内法で決めてくれってことになってるんですよそこは昔もはそういう判決があったけど間違っていたと言われていて変わってしまったのね判決がね国際承人っていうのは条約の規定でも何でもないのよ国内法で考えるのねそこって条約の規定がありますかというと なないいんんでですすそこはないんですただ国内法で考えるんですよ。ね、今の、ね、は BBS だよね。BBS は第1審は認めなかったもん侵害といったもんで第二審で国際精進肯定しちゃったんですよ。で最高裁で覆ってしまって目期の帰宅ってことなんでとなると国際精進という考え方は条約の規定ではないに決まってるわけですよ。どう見たって。ない。ただ国内法でどう考えるんですかっていうところに帰着するんだよねそこはね。 まあそんな話だったと思うんだけど、次回ここからやっていきましょうかね、ここ、この辺。なんとなく分かるかな、ね。で、ここからやっていきましょう。ね、で、あの次回から短期疎って、あの、テキスト使ってやることになるんですよ。あの、講義はね、やるんだけど、うんと、いわゆるここでやってるものについてあまりやりたくないんですよ。あの、もう一回終わっちゃってるから。ここで終わってないものについて中心にやっていきたいんですよ。やってないこと結構あるんで、総則とか、あとは質がの認定要件とかね、あの辺。 まあそっちを中心にやっていきたいと思ってるのね。だこれは、これで続けてやっていこうかなと思うんですよ。こっちの今やってることも含めてね。これでやればいいと思ってるんで。うん、ということでやっていこうかなと思います。ね。まあ次回はいつになるんだっけ。1月にもなっちゃうのね。やるのはね。年明けになりますんで。えー、年明けはちょっと、えー、よく復習をしておいてください。でじゃあ、ね、この辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。よいしょ。これは